お疲れ様でございます。今日のねお話はこちらでございます。ということで、入院付き添い持っててよかったアイテム3選っていうねお話は今日はねしてみたいと思います。まあ今回ねお話、まあなんでねこんなお話しようかなと思ったところなんですが、実は、我が家のですね今中学2年生になります長男がですね、まあ、突然入院することになりました。ということで今ねこの動画を収録してますのが2022年の1月の23日日曜日なんですが、まあこのね動画を収録時はですねまだね、まあ、入院をしているところでございます。まあ今週のね火曜日ぐらいに退院できるんじゃないかなというふうに言われてますんで、だいたいね、まあ、入院生活2週間ぐらいになりそうかなっていうところなんですが、まあそんなね、まあ長男のね突然の入院なんですが、このね、まあ、2週間、約2週間の入院、中なんですけど、さあね私がですねずっとね、まあ、付き添いの介護をねしているところでございます。まあねお腹にね、あの管がねちょっと入ってますんで、なかなか自分でねまあおしっこしたりとかうんちしたりとかね、あとね、起き上がるのもねちょっと辛いというところで、私がねずっとこの入院期間中ですねまあ介護をしております。まあとはいえね私もねまあ仕事があったりするので、まあ昼間はねあの看護師さんに見ていただいて、夜ねまあずっと付き添いでねまあ、まあ病室にねずっといるっていう感じなんですが、まあそんなね付き添いをしている中でね、これね持っててよかったなと思ったものがね3つございました。今日はねそのね3つをねご紹介してみたいと思います。ねこちら書いております。付き添い介護中にね持っててよかった、まあ便利だったなっていうねアイテム、まあ現在ね進行中ではあるんですけど、あのね特にねこの3つ本当持っててよかったなというものがありました。それをね、1つずつご紹介していきます。まず1つ目、M1 MacBook Air でございます。まあ今ね、ここに商品、まあ写真でもね、映ってますけど、ここにね、ちょっと黒光りしてる、これノートパソコンがですね、まあ M1 のですね、MacBook Air でございます。まあ Apple のね、まあノートパソコン、MacBook Air なんですが、その中でもね、まあ比較的、新しいシリーズのね、この M1 っていう CPU、これ確か Apple がね、まあ独自で設計したあの CPU なんですが、このね、M1 CPU を搭載した MacBook Air、これがね、めちゃくちゃね、まあ便利でございます。まあなんでね、じゃあ普通の MacBook Air じゃなくて、このね、M1 タイプのね、MacBook Air がね、便利なのかと言いますと、それはですね、こちらでございます。18時間バッテリーが持つというところなんですよね。これね、まあ、Apple のね、この MacBook Air のサイトにも書いてました。最大18時間駆動するバッテリーということで、さあね、あの、まあ、入院されたことある、入院したことね、あるよという方、まあね、お気づきかもしれませんが、やはりね、こう、病室っていうのは電源がね、あんまりないんですよね。で、今回ね、私が、我が家のね、長男が入院している病室も、まあ、電源がね、取れる場所が2箇所ぐらいしかなくて、うちね、1箇所はね、まあ、長男ずっとね、暇なんでテレビ見てるんで、テレビに電源をね、挿してるということで、空きの電源がね、1個しかないっていう状況なんですよね。でね、そんな、まあ、空きのね、電源が1個しかないっていう中で、まあ、スマートフォンも充電したいわ、タブレットも充電したいわっていうところをね、まあ、考えていると、なかなかね、こう、電源1箇所だとですね、常時ノートパソコンをね、充電することはできないっていうところなんですが、このね、M1 のMacBook Air なんですが、バッテリーが18時間持つということで、どうでしょう。本当ね、この入院生活、もうすぐね、2週間ぐらいになるんですけど、充電ね、したのはね、2回ぐらいしかありませんね。で、しかもね、まあ、病室ずっといてもね、まあ、正直なところ、結構ね、暇だったりしますんで、ずっとね、ノートパソコン触ってね、まあ、ブログ書いたりとか、あとね、まあ、ネット見たりとかですね、まあ、Amazon でいろいろね、商品検索したりとかですね、まあ、いろいろネットニュース見たりなんかね、使ってるんですが、全然ね、バッテリー減らないんですよね。という中でね、まあ、これがね、まあ、バッテリーがめちゃくちゃよく減るね、まあ、ノートパソコンだったりすると、いわゆるね、充電渋滞なんかがね、まあ、充電するね、箇所が1箇所しかないので、充電渋滞なんかね、する可能性があるんですが、まあそういったことがね、ないのでね、これね、本当に便利だな、というふうに思ってるところでございます。またね、MacBook Air なんで、本当ね、重量も軽いんですよね。1キロちょっとなんでね、まあその辺もね、いいな、というふうに思ってるところでございます。そして2つ目、何かと言いますと、こちら、無印良品のポケッタブルダウンでございます。いわゆるダウンジャケットなんですが、無印のね、このね、ダウンジャケットをね、ほんとね、便利でございました。これね、何が便利かなって言いますと、まずね、この、ユニクロとは違ってね、無印のね、このポケットダブルダウンなんですが、あのね、まあ、インナーとしても着れますし、まあ、例えばね、まあ、寒い時はね、アウターとしてもですね、まあ、着ること、まあ、インナージャケットとしても着れますし、あとね、まあ、アウタージャケットとしても着れるっていうところで、まあ、室内でね、こういうあのダウンジャケット着てるとね、ちょっとね、室内で着るのはね、どうかなっていうふうに思われるかもしれませんが、その点ね、この無印のね、このポケットダブルダウンジャケットはね、まあ、インナー、
としてもね、アウターとしてもね、室内で着ててもそんなにね、まあなんでしょう、失礼に当たれないのかなっていうところですよね。うん。それとね、あと、まあこちらね、あの右側の方にもね、これ出してますが、これね、くるくるくっとまとめるとですね、ほんとね、ちょっとした枕にもなるんですよね。うん。あの病室、やっぱりね、非常にね、まあ狭い場所でね、特にね、まあ付き添いのね、まあ介護してる人だとわかるんですが、ほんとね、寝る、まあ仮眠が取る場所っていうのはね、非常にね、狭い場所になります。っていう中でね、中がね、たくさんの荷物、まあ当然ながら枕なんかをね、持ち込むっていうのはできないんですが、やはりね、まあ2週間もね、まあこう付き添い生活をしてるとですね、やはりね、ちょっとね、まあ、うん、睡眠っていうのもね、少しね、厳しい環境にいるとですね、だんだんね、睡眠不足に陥ってくるんですが、こういうね、ほんとね、やっぱりダウンジャケット、ふかふかのね、ダウンジャケットに、まあちょっとしたね、枕みたいになればですね、まあこれだけでもね、十分ね、睡眠がね、違うかなっていう中ではね、このね、まあ無印のね、ポケットダブルダウン、非常にね、便利だなというふうにね、思っているところでございます。そして最後、3つ目がですね、楽天モバイルでございます。楽天モバイル、これね、まあ、要は、うん、商品というより、まあ、サービスなんですが、まあ、皆さんもご存知、まあ、CM なんかでよくやってます、楽天モバイルのね、SIM カードなんですが、こちらね、まあ、CM でもね、ご存知の通り、消費税別でね、1ヶ月2980円で、データ通信使い放題ですよっていうのをね、よくね、CM してるかと思います。実はね、私のね、長男が入院している病院もですね、病室に、まあ、病院内のね、フリー Wi-Fi があるんですが、これがね、まあ、遅くて、しかもね、ブチ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 切れるという、切断するということで、もうほぼ使い物にならないと。でね、まあ、先ほど言いました通り、日中ね、ほぼね、ずっと、まあ、病室にいるもんですので、やはりね、まあ、インターネットとかね、の環境がないとね、やはりね、まあ、付き添い生活厳しいなというところで、まあ、どうしようかなと。まあ、ちょっと今月だけは楽天モバイルね、まあ、使わせてもらおうかなと思ってですね、使ってるところなんですが、これがね、なかなか快適なんですよね。というところで、現在ね、まあ、この、動画を、ね、収録している時点では、もうすでに、ねまあ、40GB ぐらい使ってるんですが、うん、めちゃくちゃ快適でございます。そして、ね、この赤字でも書いてる通り、ね、一番多い時は、ね、激しい時は1日 10GB 以上、ねまあ、データ通信使ってたんですが、特に、ねまあ、通信制限なんかを、ね食らうことは、ね、全くありませんでした。ということで、まあね楽天モバイル、こちらでも書いてます。データ無制限使い放題ですよというふうに、ね、歌ってるんですが、これは、ね、まんざら嘘ではないなという、ね、ところを思った次第でございます。まあ、今月だけ、ね、ちょっと2980円消費税別使って、またね、来月からはですね、まあ、0円運用をね、しようかなっていうふうにね、思ってるところでございます。まあ、そういう形で、ね、使えるというのもね、本当ね、楽天モバイルのね、いいところかなというふうにね、思うところですね。はい。ただし、楽天モバイルの場合ね、一つね、注意してもらいたいところあります。それはね、何かと言いますと、楽天モバイルね、楽天のね、回線エリアかどうかね、これね、必ずね、チェックが必要でございます。私もね、これね、まあ、病室の中でね、いろいろとね、楽天モバイルの回線使いながらね、分かったんですが、やはりね、建物のちょっと奥まった中に入ると、楽天モバイルの回線のね、提供エリアであっても、なぜかね、楽天回線がね、繋がってないことがあります。まあ、パートナー回線としてね、au の回線が繋がってることがあるんですけど、au の回線だとね、まあ、1ヶ月 2GB までしか使えませんので、うん、この辺ね、楽天回線がちゃんとね、その、まあ、使いたい場所でね、入るかどうか、この辺はね、チェックが必要でございます。まあ、チェックの仕方はね、この楽天モバイルのね、アプリを入れるとですね、今、こちらにもね、あります。楽天の回線なのか、パートナーエリアの回線を使ってるのかっていうのはね、ちゃんと出ますんでね、そこでね、まあ、判断してもらった方がいいのかなっていうふうに思います。私はね、ちょうどね、長男の病室がね、まあ、窓際だっていうところもあってですね、うん、テザリングしたね、スマートフォンをですね、窓側に置いとくと、ちゃんとね、バッチリね、まあ、楽天回線入りましたんで、むちゃくちゃね、快適にね、使ってるっていうところでございます。ということでね、まあ、3つ、まあね、入院のね、付き添い中にね、これはね、便利だったなというね、まあ、アイテム3つね、ご紹介させていただきました。詳しい話ね、これね、私のね、ブログの方でもね、ご紹介しております。このブログのね、まあ、紹介サイトに関してはですね、この動画の概要欄の方にもね、リンクの方を貼っておきますんで、もし興味ある方いらっしゃいましたら、そちらの方からね、チェックしてみていただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。